休んでこぜ。よう、ハンジュンギ。相変わらず一人で飲むのは様になってるな。ええ、よく言われます。ですがちょうど静かすぎると思っていたところでしたね。ほう、じゃあ隣で飲んでも構わねえか。まさにそれが私の言いたかったことですよ。改めて思うが心強いよ、ハンジュンギ。おめえが来てくれたおかげで百人力だ。しかしコミジュルの情報持ってのはハワイにまで行き届いてたんだな。正確に言えばハワイにいる同胞たちの協力を仰いだまでのこと。我々にはかつてカムロ町を追われた元ジンゴン派などチリジリになった仲間が世界中に点在しています。へえ、じゃあ世界中に協力者がいるわけか。そうですね。たまたまですがここハワイにも。彼らはかなり質の高い現地情報にアクセスできます。でなければパレカナの動向について短期間で追うことはできなかったでしょう。組織の内情をペラペラ話すのはここまでにしておきましょうか。おっと、踏み込みすぎちまったか。今さらあなたに隠すことはそう多くありません。とはいえお気づきだったでしょうが、私は意識して春日さんたちと距離を取っていました。なあ、そうだったな。もちろん気づいてたよ。一応俺らが仇として生活してるんで気使ってくれてたんだろ。口はばったようですがお察しの通りです。我々は日陰者ですから皆さんのご迷惑になるかと。水くせえこと言うなよ。一緒に戦った中でそういうとこは相変わらずだよな。きっとそんな風に言ってくれると思ってました。しかしだからこそ甘えるわけにはいかないんですよ。私たちは住む世界が違うんですから。そいつは俺が炎上して仕事をクビになる前の話で、今こうして肩並べてんじゃねえか。春日さんには不謹慎に聞こえるかもしれませんが、こんな事態になってまた口を聞けるようになった。それを嬉しく思っている自分がいます。最近まで偉人町は平和すぎて退屈でしたよ。そうだったのか。桐生さんが偉人町に来てからは孫妃も随分生き生きとしています。自ら最前線で動き回っていますね。あまり褒められたことではないんですが。え？彼女はコミジュルもハンピン・リューマンも束ねる立場で、軽々しく表に出るべきではないんですよ。へえ、珍しいな。おめえが孫妃をそんな風に言うなんてよ。ここは偉人町からだいぶ距離がありますからね。さすがの孫妃も我々の会話を聞くことはできません。おまけにハワイの空はあまりに広く開放感を抱かせてきます。私の孫妃への忠誠は変わりませんが、たまには多めに見てもらいましょう。
そうだな。息抜きするならハワイは最高だ。好きにやらせてもらおうぜ。私は遊びに来たわけじゃありませんよ。ですが、また春日さんたちと共に戦えることはこの上なく刺激的です。へへ、おう。さっきはあなた方と距離を取っていたと言いましたが、陰ながらずっと見守ってはいたんです。春日さんがハローワークに勤めていたことも、元極道に仕事の口を斡旋していたことも全てね。そうだったんだな。ありがとうよ。足立さんが調査会社を立ち上げた時には何かお手伝いできるかとも思ったんです。ですがやはり我々は距離を置いた方がよかろうと孫妃と一緒に決めました。なるほど。確かにコミジュルの情報網があったら足立さんとこの会社はいろいろ助かるか。実際は我々が何もせずとも立派にやられてましたね。さすがあなた方は呆れるほどにしたたかです。思った以上にずっと俺らのことを見守ってくれてたんだな。おや、これではまるで私がストーカーじみたことをしてたようですね。偉人町の全ての情報はコミジュルの飯の種で、あなた方のこともその一環だったということです。わかったわかった、そういうことにしとくさ。でも嬉しかったからもっと飲もうぜ。いいでしょう。春日さんとは久々の乾杯になりますね。おう、じゃあ乾杯。さっきの電話、もしかして孫妃からか？ああ、いえ、そうじゃないんです。コミジュルの部下からでした。私が偉人町にいない間の留守は、若手の幹部候補に任せているもので。へえ、大丈夫なのかよ、おめえがいなくても。ここのところ私がやっていたのは地味な組織運営です。ご不満に聞こえたら恐縮ですが、この私には、役不足な仕事でしかありません。ルーティーンになってるので誰にでもできるでしょう。へえ、そういうもんか。だがよ、じゃあさっきの電話は何だい？おめえがいなくてその若い部下が困ってたんじゃねえのか？小さなトラブルがあったようですがね。それらにどう対処するかの裁量も与えてあります。
すべてあなたの判断に任せますと伝えてやりました。なんかおめえが上司だったらと思うと気が抜けなさそうだ。以前青木亮が偉人帳を乗っ取りに来た時と比べれば、今は部下に成長の機会を与える余裕まであります。あの頃は大変でしたね。偉人帳の裏が次々に暴かれていったわけですから。ああ、そうだったな。偉人さんの長老だった星野会長が殺害され、近江連合の兵隊が送り込まれてきた。偉人帳のグレーゾーンに依存していた我々は、あのブリーチジャパンによって存亡の危機でした。当時のことを思い出すだけでヒリヒリとした緊張感が蘇ってきますよ。そうは思いませんか、春日さん。長いことトラブルに飢えてたって口ぶりだな。おそらくそうなんでしょうね。あなた方を追ってハワイまで来てしまったほどです。感謝してるよ。おかげですげえ助かった。また一緒にやれて心底嬉しいと思ってるんだぜ。でしたらはるばるハワイまで来た甲斐があったというものですね。私にできることであれば何なりと。おめえがそばにいるから孫妃はいつも頼もしく思ってんだろうよ。そうだ、なんかあいつにもちゃんと礼を言っておかねえとな。大事な右腕をハワイにまでよこして俺らを助けてくれてんだから。お気持ちだけで十分です。私から孫妃に伝えておきますよ。今彼女も桐生さんと久々の最前線を楽しんでいるようですし。そっか。そういやおめえも桐生さんと会ったのか。ええ、まあご挨拶程度でしたが、話に聞いていたよりはお元気そうでした。以前にお会いした時とは髪型も変わって少し驚きましたね。そうだよな、俺も最初会った時は一瞬戸惑ったよ。彼が日本に来ると知った途端、孫妃は迅速に動きましてね。少し目を離していたらいつの間にか桐生さんとべったり行動を共にしていたんです。私に何の相談もなくですよ。せめて一言断りがあったっていいのではないかと思いました。俺は孫妃が桐生さんについてくれてるおかげで安心してるよ。やっぱりその件もあるし、こっちから孫妃に礼を言っておくべきだよな。いや、それはその大丈夫です。私の方でやっておきますから、春日さんはご心配なく。時に春日さんはご存知ですか、孫妃が桐生さんと行動しているうちに蝶までそこに加わったのです。そして私にこう言いました。組織の面倒はお前が見てればいいだろうと。その時ばかりは少し私だけが置いてけぼりにされたと思いましたね。そっか、蝶のやつまで桐生さんと。こりゃいよいよ総力戦になってきたな。まさしくそうですね。私もこうしてまた戦列に復帰できました。少しでも春日さんのお役に立てればと思っています。おう、よろしくな。頼りにしてるぜ半純義。もちろんです。そのご期待が私にとって何よりの喜びですよ。よう、半純義。やってるな。
一緒に飲もうぜ。ええ、どうぞ。歓迎しますよ、春日さん。とまあ、そういうわけで、難波さんは相変わらずのお人柄で安心しましたよ。さすがは元看護師ですね。桐生さんも彼のことを頼りにしているのが、はためにもわかります。ああ、そうなってくれたらいいとは思ってたがよ。さすが、あいつは期待に応えてくれたみてえだな。そっか、難波も活躍してくれてるか。そういえば、偉人町の話で思い出したのですが、少し立ち入ったことを聞いても。ん？立ち入ったこと？今さら何言ってんだよ。何でも聞いてくれや。実は、あなたと冴子さんとのことですが。え？ん？あれ？さっちゃんとのことって？数年前にプロポーズをされてますよね。その後音信不通だったはずですが、今は？ああ、そっか。あれだな、難波から聞いたんだな。俺、そのことお前らに話してないもんな。なんで知ってるのかと思ったがよ。いえ、難波さんからではないんです。何分コミジルの情報網はきめ細かいので、そこに確かな情報であるとして、春日さんプロポーズ失敗の報告が上がってきましたよ。マジか、どうなってんだ、そんな情報まで。え、じゃあ孫妃とか蝶も俺のプロポーズ知ってるのか。孫妃には私の知る情報を隠すわけにはいきませんし、蝶には多分孫妃が黙っているわけがないかと。そっか、ああ、そうなの。できればそんなに広めたい話じゃなかったんだがよ。今さら何を隠すことがあるんです。我々は共に命を懸けて戦った仲じゃないですか。じゃあ何かアドバイスしてくれるか。いいアドバイスができるかは分かりません。ですが話を聞くことにかけては自信があります。どうか安心して洗いざらいぶちまけてください。決して茶化したり悪いようにはしませんよ。そうかい、わかったよ。どうやら話すしかねえみてえだな。さっちゃんにプロポーズしたあの日、俺なんとも自分勝手なことをまくし立ててよ。やれ子供ができたらさっちゃんは仕事辞めていいだの、おやさんに墓参りして喜んでもらおうだな。さっちゃんは全然気を悪くしてねえって笑顔で言ってたけど、そこで別れたっきりだ。一度もですか。ああ、完全にしかとされてる。メールはもちろん、電話をかけても出ちゃくれねえと言って直接さっちゃんの店に押しかけんのはさすがに遠慮してる。火に油だろうからな。そうでしたか。それは妥当な判断でしょうね。おめえは最近さっちゃんと会ったか。ええ、桐生さんがいらした時に会いました。私には以前と同じように接してくれましたね。難波とかにもそうだよな。春日さんにはおつらいでしょうが、そうですね。やっぱり俺だけきっちりバッチリ一線を引かれてるのか。なあ、おめえにはわかるか、半純義。なんでさっちゃんはそこまで俺を避けてんだ。春日さんがプロポーズしたことは掴んでいるものの、そこでの詳細な会話の内容はさすがにわかりません。ですから私の立場で軽々しく推測を言うわけにはいかないでしょう。しかし私が思うに、冴子さんがきっぱり避ける気なら、春日さんに断固とした言葉を突きつける気がします。え？あなたと冴子さんの関係性を知っているから言えることですがね。これが春日さんでなければ連絡が取れなくなった時点でお察ししろというでしょう。そんな相手に必要につきまとうのはもはやストーカー行為でしかありませんから。まあな、それは俺にもわかるよ。だから迂闊に声かけられねえんだ。が、あなたは万が一にも冴子さんを傷つけるような男ではないと
この私が保証します。そしてサイコさんにもそれは分かっていますから、決別する気ならはっきり引導を渡してくれるはず。じゃあつまりさっちゃんはまだ完全に俺に見切りをつけちゃいねえってことか？その可能性は高いように思います。とはいえ直接春日さんがそれを確かめるのは難しい状況です。この先もずっとお二人に顔を合わせる機会がないのなら、この私が間を取り持ちましょうか？いや、その気持ちだけもらっておくよ。やっぱりさっちゃんの件は俺がやらなきゃ。彼女と直接話す機会があるのなら私もこんな差し出がましいことは言いません。ですが実際問題、連絡しても返事をもらえないのでは今の膠着状態を打破するのは難しいでしょう。悪いようにはしませんよ。ここは仲間に頼るのがよろしかろうと考えます。ハンジュンギ、おめえって思ってた以上にいいやつだったんだな。これはご挨拶ですね。まあ今日のところは多めに見ますよ。いやだってよ、初めて出会った頃はすぐ俺らを小バカにしたような顔しててさ。最初は癖があるなと思っていた食べ物が何度も噛むうちに味わい深くなることがありますよね。私にとっての春日一番はそういう存在であるということかもしれません。何より私のような家業の人間に利害を超えた友人は何よりも貴重なんです。春日さんも紗恵子さんも、私はあなた方を親友であると考えているんですよ。おい、参ったな。もうそれ以上はシラフじゃ聞いてらんねえって。ごもっともです。これは失礼を。恐れ入ります、マスター。お帰りをください。私とこちらの友にもう一杯。しゃあね、そうまで言われちゃとことん付き合うしかねえやな。飲もうぜ、ハンジュンギ。親友に乾杯だ。あとさっちゃんにもな。ええー、もちろんそのつもりでしたよ。よう、またコミジュルの部下から電話がかかってきてたのかい？ええ、困ったものです。気持ちよく後を任せたつもりだったのですが、大したトラブルがあるでもないのに私の判断を求めてくるのは嫌がらせかと思いますね。そうやって頼られているうちが花じゃねえか。まだまだ必要とされてるってことだろ。おめえがいなくても全然平気でしたって言われるよりマジでいいって。なるほど、確かにそれは一理ありますね。ちなみに後を託した部下ってのはどんなやつよ？俺の知ってるメンバーかい？いえ、向こうは春日さんのことを知っていますがね、あなたはきっとご存じない。その子はヨナと言いまして、年はまだ30もいってなかったはずです。ヨナっていうと女の子だよな。聞かれる前に言いますが、なかなかの美人です。孫妃の方でも立ち居振る舞いなど仕込んでますね。へえ、じゃあ孫妃の妹分みたいなもんか。そこまで言えれば大変結構なんですが、ヨナではまだまだ孫妃の足元にも及びません。でもよ、おめえがヨナを育ててるのは何か期待があるからだろ。
出なきゃさすがにコミジュルを託せねえもんな。いくら一時的とはいえよ。さすが春日さんは私のことをお見通しですね。あなたの言う通りですよ。この画面に映っているのがヨナです。お、なるほど。これは確かに別品さんだ。あ、しかしなんだな、上司と部下にしちゃ妙っていうか、この子めちゃめちゃおめえのファンだろ。まあ慕ってくれてはいますね。ただしそこが問題の発端でもあるんです。おそらくヨナは私の前でミスをしたくないでしょう。それで何でもかんでも判断を仰いでくるわけです。何回もおめえに電話がかかってくるのはそのせいか。今まで彼女は私の判断のもとで何も考えず威勢よく指示に従ってさえいればよかった。ところが私やソンヒがほんの少し留守にした途端、さまざまな局面で細やかな判断を迫られる。コミジュルやハンピン・リューマンの組織運営は現状を維持するだけのことでもずっと気が抜けません。ヨナは偉人町で組織や睨みを聞かせるためにどれほど手間暇が必要なのか身に染みたそうです。そいつはちょいとかわいそうな気もしてくるね。彼女にとっちゃ急に重荷を背負わされたってことだろう。本当にそうでしょうか。ん？この世の中いつ何が起きるか分かりません。頼れるものを突然失うことだってあるでしょう。そんな時に備え覚悟を決める機会を私は彼女に与えることができたと考えていますよ。いずれ否応なく組織やこの社会を背負って立つのが次世代の若者たちです。今回のことを機会にしたたかになってくれることを私は期待しているんですよ。なるほど。おめえのその思いがヨナに伝わってるといいな。親の心こしらずなんてことになってたらがっくりきちまう。おっしゃる通りです。何度も電話がかかってくるのがその心配に拍車をかけますよ。ヨナはいい上司を持ったな。俺の若い頃は怒鳴るか殴るかしかなかった沢城の頭だったぜ。断然半純義の方がいいって。何より頭は、へえ、俺とこんな風に写真撮ってくれやしね。あなたは沢城にそんなことを望んでいたのですか。ですが確かに見てみたかったですね。あ、いや、想像してみたけどやっぱいいや。そんな写真撮ったって誰も幸せになれやしね。言ってるそばからまたヨナの電話です。失礼しますよ。部下を独り立ちさせてって割にゃ世話焼きまくってるよなあいつ。仕方ね、続きは一人で飲むとするか。よ、ハンジュンギ。どうも春日さん。ん、あ、失礼、お待ちを。おい、なんだよ、またヨナちゃんからか。本当にしょっちゅうかかってくるんだな。は、なんですって。お、今。いや、しかしまさかそんな勝手を。本当にあなたはもうハワイに来てるのですか。もしかしてヨナちゃんがハワイに。私はその仲間たちとバーにいます。前にも話したリボルバーという店で。それよりヨナ、あなたの方こそ今どこに。仕方ないですね、すぐ迎えに行きます。お困りのようだな。
お聞きの通りです。ヨナが偉人町の任務を放り出してハワイに来てしまいました。いくら仕事が手に余るからといって現場の責任を放棄してくるとは。けど迎えに行くんだろ。きっと心細くしてるはずだ。すぐ行こうぜ。俺も付き合うからよ。確かにヨナは美人です。だからあなたも張り切っているんでしょうが、そんな玉じゃないんです。そんな話は後だ。ハンジュンギ、これ以上ヨナちゃんを一人で待たせんなって。やれやれ。ここで待ち合わせだったろ。ヨナちゃんはどこだよ。おかしいですね。どこかで迷ってしまっているのか。嫌です、話してください。私にはもう心に決めた人が。なんだ。お願いだからもう構わないでください。私そんな軽い女じゃありません。 Come on baby girl, don't be like that. Just one drink.How about it? あ、ハン様、ここです。ここ、ここ。あ、おい、ハンジュギ、ヨナちゃんが男どもに囲まれてんぞ。あれ、なんだよ、どうしたんだ。いいえ、あれはピンチなんかじゃありません。彼女はそんな玉じゃないんですよ、わざとらしい。は？いや、でもよ。助けてください、ハン様、私怖い。おう、待ってろヨナちゃん、すぐ助けてやる。えお、その子は俺らの連れなんだ。悪いが話してやってくれるか。ハン様、ハン様。あ、いや、ヨナちゃん大丈夫だ、俺が助けてやっから。 And who's this?You heard Prince Charming? おい、おめえら俺のこと虫かよ。申し訳ない、その子は私の部下でしてね。話していただけるとありがたい。 Hey now, we just want an hour of the time. You fellas could come on by and pick her up later. But she probably won't be able to walk straight by then, if you catch my drift. 絶対下水こと言ってるよな、こいつ。ええ、残念ながら交渉してどうにかなるタイプではないようです。はあ、ハン様が私なんかのために戦ってくれるなんて。 You guys just gonna keep standing in the way? Alright, fine then. Let's see you block this! How the hell? この野郎、あんだけ人を無視しといて殴る時だけ真っ先に俺の方か。随分コケにしてくれるじゃねえか。いくらなんでもそいつは頭に来るってもんだぜ。 You son of a bitch! You're fucking dead, you hear me? I'll put you in your place! かかってきれ！ガンガン行くぜ！これで決まりだ！お手並み拝見。攻めますよ。失礼。火の打ちどころがありません。勝利。ハン様。ヨナ、そこに直りなさい。は、はい。おい、どうしたんだよ、ハンジュンギ。彼女はこんな男たちに捕まるようなノロマじゃありません。私たちが助けに入らずとも軽くあしらえたはずです。それができるように育てました。違いますかヨナ。違いません、ハン様。でもヨナはハン様に助けてもらえて最高でした。はあ、おそらくヨナは我々が到着するタイミングを見越してわざとナンパされるように仕向けたんでしょう。かわいそうに彼らはその茶番に付き合わされた哀れな被害者です。それってもしかしておめえに助けてもらいたくてってことなのか。どうなんですヨナ、
さすがハン様、ヨナのことは何でもお見通し。やっぱりヨナはハン様がいないとダメなんです。おい、なんだよこいつ。おめえ本当にこの子に組織を託してきたのか。ええ、どうも。私としたことが人選を間違えたかもしれませんね。だってひどいんですよ春日さん。聞いてください、私だってお仕事頑張りたかったのに。おお、まあ落ち着けってヨナちゃん。誰がどうひどかったんだい。ハン様ですよ。急にハワイへ行くからあとはよろしくって一方的にメールしてきて。そんなこと急に言われたってできるわけないです。それに何より黙って私を置いていくなんて。私はいつもハン様をこんなにお慕いしてるのに、おそばにいるためなら手段など選びません。だからといってあなたは無断で持ち場を放り出していいとお思いですか。孫妃もいないというのに。今組織の運営は誰が見守っているんです。そんなの義憤のやつに任せましたよ。あの甘ったれにはいい成長の機会かと思いまして。義憤ですか。なんだよ、問題なのか、その義憤ってのは。いえ、彼はヨナの大ファンで、彼女の言うことなら何でも聞くという若者です。まあ仕事はできないわけじゃないので確かに適任かもしれませんが。すると一応義憤に引き継ぎはしたということですね。もちろんです。ハワイに行くことにしたからあとはよろしくって一方的にメールしてやりました。私はハン様と同じことをしただけですよ。けっ、いつからそんな小賢しい真似を。ああ、さすがこの上司にしてこの部下だな。いえ、私とは立場が違いますよヨナ。あなたにそんな勝手が許されるわけないでしょう。どうしてですか。は？どうしてとは。今問題になっているのは私が上司であるハン様に無断でハワイに来たことですよね。でもハン様だって孫妃に無断でハワイに来たはずです。え、いやちょっと待て、ハン純義は確か孫妃の命令でハワイに。おめえ孫妃に何も言わずにこっち来てたのか。いや、それとこれとは話が別。同じことですよ。そうでしょ春日さん。おい、ハン純義、おめえマジか。そりゃさすがにやべえだろ。いや、やばくなんてありませんもん。すごい動揺してるじゃないの。そもそも組織の運営は私に一任されてるんですから、私の一存でヨナに託したって問題ないはず。だいたい孫妃も長も私に断りなく勝手に桐生さんと行動しだしたんです。私だけが組織の面倒を見るなんて地味な仕事、いくらなんでも不公平ですよ。私も同意見です。だから私だってハワイに来たくなって当然ですよね。あなたには10年早い、身の程をわきまえなさい。そんな、ハン様だけずるいです。私だけ地味な仕事ばっかりなんて。ヨナちゃん、電話鳴ってるみたいだぜ。もう、どうせ義憤ですよ。私が異人町を出てからしつこく電話してきてるんで。もしもし義憤、何？は？あんた何言ってんの？やれやれ、今度は何事です。なんであんたまでハワイに来てるの。勝手に持ち場を離れていいと思ってるわけ。義憤ってやつまでこっちに来ちまったのか。なんというどうしちまったんだよ小見汁は。まったくむちゃくちゃじゃねえか。ハン様どうしましょう。義憤のやつ迎えに来てほしいとか言ってます。まったく、あなたたちという人はなんでこうもみんな自分勝手なのか。いやいや、おめえよくそれを一言みたいに言えるね。それで
ごたごたは全部片付いたのかよ、ハンジュンギ。ええ、ヨナとギフンは日本に返しました。その上で改めて孫人も話しまして。おお、あいつ何だって？私から言わずとも彼女は全てを承知していましたよ。さすがはコミジュルの女王です。くだらないことに気を回す暇があったらハワイでやるべきことをやれとのお言葉でした。部下たちの手前、私がハワイへ立ったのも孫妃の命令だったということにしてくれまして。なるほど、こなれてるもんだなあいつは。組織のボスとして頭が柔らけっつうかよ。私も久々に孫妃に叱られてみたかったんですがね。残念でしたよ。うん、さっきまでそんな余裕はなかったように見えたがな。しかしよ、孫妃にも無断で俺らの応援に来てくれてたとはな。思い切ったことしやがって。あなたがハワイへ行ったという話を聞きつけてから私は孫妃に言われるまでもなく情報を集めました。やがて敵としてのパレカナという存在を知り、いずれあなた方はネレ島への上陸で行き詰まる。私がそう推測するに足る情報を集めた時、気づいたらハワイへ向かう便に飛び乗っていたんです。その間ずっと気持ちが高揚するのを感じていました。またあなた方と共に戦うことができる、春日一番の仲間になることができるとね。ハンジュンギ。しかし先ほどのようなみっともない打ちあもめをお目にかけることになるとは、まったくお恥ずかしい話です。お騒がせしました。おめえはいつもかっこよすぎるからな。けどたまにはいいもんだろ。どんなに弱みをさらけ出したってそこも含めて助け合うのが仲間ってもんだ。付き合いが長くなりゃ当然そういうところも次々に見えてくるわな。今日はあなたの説教がやけに染みてきますね。じゃあこの辺で勘弁しといてやる。たちに偉そうな説教かますのは俺としても本意じゃねえし。やっぱり酒は楽しく飲まねえとな。なるほど、じゃあダチと呼んでくれるあなたの言葉に甘えさせていただきましょう。お気遣いどうも一番。お乾杯。